失神ゲームとは、他人、または事故を意識的に失神させ、酩定状態を観察、または体験する、犯罪行為の一種。気絶遊び、チョーキングゲームなどとも言われ、小中学生を中心に、いじめの一環や罰ゲームなど、遊び半分で行われることもある。しかし、これは死亡もしくは脳死などの重大な障害を残す、危険もある。 子供が遊び半分でやることであっても、また同意の上で行われていたとしても、少なくとも、結果的に、地消、知死となった場合には、同意障害の通説判例に、照らし障害罪、障害知死罪、さらに集団で行われた場合には、暴力行為等処罰法違反の罪を構成する、劣気とした犯罪行為である。地消、知死の結果に至らず、形式的に、 犯罪該当性がないとしても、不良行為として、不犯少年に該当し少年保護手続きの対象になる余地がある。なお、同意がないいじめのような場合には、結果の遺憾に関わらず、犯罪に該当する。正確な発症は不明であるが、日本では1970年代頃から報告されており、その時々に各教育委員会が注意を呼びかけている。失神が原因で、 障害や、後遺症を負ったり、死亡事故となるケースが後を絶たず、アメリカ合衆国では、毎年40名前後が死亡している。意識的な行動で血中の海分平行を崩し、血圧を下げ、血流を抑制することで、脳を酸素不足、養分不足に至らしめ、意識消失や痙攣を発生させる。脳は、酸素不足や、養分不足に最も弱い臓器であり、 しばしば視聴覚や記憶に重大な後遺症が残る。3分間以上継続した場合、脳死となる。日本でも、障害容疑や迷惑防止条例違反などで逮捕者、歩道者が出ている。1995年から2007年間に起きた失神ゲームによる死亡者6から19歳の若者の年齢分布。この図には、1999-2005年に起きた窒息による 自殺数も含まれる。2008年のカナダ、オンタリオ州では少なくとも7万9000人の生徒が行ったという報告がある。2006年のアメリカ合衆国をハイう州、ウィリアムズ軍の若者の健康リスク行動調査では、12歳から18歳までの青年の11%及び17歳と18歳の青年の19%がこれまでに実践したことがあると報告している。 アメリカ疾病予防管理センターによる調査では、1995年から2007年まで6歳から19歳までの子供が、同ゲームによって少なくとも82人死亡している。ありがとうございます。